皆さんこんにちは。芸能人のプライベートな部分は謎に包まれていることが多いですよね。芸能人のスキャンダルで不倫をしていたことが明るみになったりするといったことは誰しもが目にしたことがあると思いますが、政治上関連ではちょっと特質な大人のおもちゃが手放せない芸能人がいるのも分かっているんです。今回はそんな大人のおもちゃが手放せない12人の芸能人について赤裸々に紹介していきたいと思います。一人目は熊田曜子さん。熊田曜子さんが大人のおもちゃを愛用していると知られてしまうきっかけとなったのが、夫とのドロドロの離婚騒動。旦那さんは熊田曜子さんが浮気をしていることを主張し、熊田曜子さんは旦那さんから暴力を振るわれているといったことを主張するなどして泥沼離婚へと発展しました。その離婚騒動の中で熊田曜子さんがバッグに忍ばせていたと旦那さんが明かした玩具はウーマナイザーと呼ばれており、女性の皮膚を吸引して快感を得るグッズだそうです。ウーマナイザーはドイツ製であり、製造元であるワオテックグループの本社はベルリンにあります。今回の騒動により、ウーマナイザーに関する日本からのインスタグラムや YouTube でのコメントが 100% 以上増加し、 Google は1日で 4900% 増加、 Amazon での売り上げは週単位で 50% 以上増加したとのことです。2人目は水原希子さん。モデルで女優の水原希子さんが企画、出演、監修を務めるエンターテインメント番組希子企画の4回放送回では、男性用アイテムだけではなく女性向けセルフプレジャーアイテムブランドいろはも展開するテンガの本社に突撃していたのですが、その際にいろはシリーズを愛用していることを明かしており、商品が登場した当初の熱い気持ちを語っていました。本社では女性のデスクに置かれているいろはシリーズの品々について、これとこれ使ってました、これも持ってましたと、初期の人気商品のいろはと翌年発売されたいろはフィットについては、出た瞬間に買ってると愛用していたことを明かしています。3人目は中田くるみさん。アダルトグッズメーカーのテンガが展開する女性用向けブランドいろはが新たなプロモーションムービーを公開していたのですが、その際にモデル、女優、DJ として幅広く活躍する中田くるみさんが出演。公開されたいろはのプロモーションムービー、日曜日の私、幸せの脳波は、脳科学者の藤井直弘さん監修のもと、中田さん自身に実際にいろはを使用してもらっているといいます。女性のリラックスシーンにおける脳波変化の検証を行い、動画では、中田さんが心身ともにリラックスする様子が映し出されていました。4人目は指原莉乃さん。指原莉乃さんが出演するネット番組にていろはを取り上げたのが縁で、販売会社であるテンガから大量にプレゼントされたそうです。指原莉乃さんはいろはを受け取る際に使わせていただきますとはっきり言っていたそうで、この発言が芸能記者やファンの間で憶測が飛び交い、アイドルらしからぬ発言として非難の声が上がっていました。先ほどから名前が上がっているいろはですが、さまざまなアダルトグッズを販売している国内でも非常に有名なメーカーであるテンガが展開するブランドの一つで、他のメーカーと大きく異なる点としては、テンガは見た目のデザインがとてもおしゃれな商品が多いことと、普通にインテリアとしても使えるほどに洗練されたデザインである点です。いろはシリーズは暗闇の中でライトをつけるとアロマのような雰囲気を演出できたり、リップスティックのような見た目の商品があり、女性でも購入しやすいデザインになっています。5人目は一ノ瀬文香さん。レズビアンであることを公言しタレント活動を行っている一ノ瀬文香さん。テンガのアダルトグッズに関するインタビューで一ノ瀬さんは、女性同士ならではのおすすめのいろはの使い方を教えてくださいという質問に、雪だるまだったら2人で向き合って一緒に当ててみることもできますね、指を中に入れながら外に沿わせてみたりするのもいい、女の子のクリトリスって気持ちのいいポイントに一定の刺激を与え続けるのがベストなんですが、実際にそれを指でやるとなると結構難しいんです。正直こういうアイテムには勝てないんですよ。男性誌から女性の体の構造や感じ方についてインタビューされた際には、外は職人技、中はアーティスト性が求められますって書いてもらっています。外はいろはにお任せして、
中は指先の感覚を研ぎ澄まして状態の変化を敏感に察知することが大事ですね、とかなり具体的に効果的な使用方法について答えていることから、かなりのヘビーユーザーだということが伺えます。6人目は水木あかりさん。明るく健康的な魅力でグラビアやテレビ番組の司会など幅広い活動を行う水木あかりさんですが、実はテンガネイルを愛好するテンガ推しアイドル、心からテンガを愛しているとされ、テンガに関する知識の広さにはテンガも認めるほどだそうです。アダルトグッズを初めて使ったのはいつでしたか、という質問に対しても二十歳を超えたあたりですね。せっかく可愛くて機能的な女の子を気持ちよくしてくれるものがあるんだから使わない理由もないでしょ、と思って手に取ったのが初めてです。何事もやってみないことにはわからないですよね。多分私は人一倍性に対しての好奇心や探求心が強いんです。それに自分の体で感じたことや発見したことを他の人に伝えたい、共有したいって気持ちも強いんだと思う。いろはについても発売前からいろいろとリサーチしていたんですが、初めて商品の写真を見た時はこう来たかと思いました。前からテンガの女性版があればいいなとは思っていたんだけど、そこはテンガさん、私の期待をはるかに超えてきましたね、と答えていることからテンガの大ファンであることを物語っていますね。7人目は矢口真理さん。元モーニング娘でありタレントの矢口真理さんがバラエティ番組矢口真理の火曜ザナイトに出演時、大人のおもちゃの初めての感想を語っていました。アダルトグッズに興味ありますか、との質問に対して、アダルトグッズにもちろん興味ありますよ、どうやって購入していいかわかんない、超興味あるし使うかは別として見てみたい、どれくらい振動するのかなとかなどと発言。これを受け、この日は同じアベマテレビの番組スリルな夜で紹介した海外の高級アダルトグッズを持参して、お笑いコンビフォーリンラブのバービーさんが登場し矢口真理さんにプレゼントすると、今は大人のおもちゃじゃなくてトレジャーと言って言うのよ、トレジャーよと話し笑いを誘っていました。その後バービーさんが矢口真理さんの肩にアダルトグッズを当てて感想を尋ねると、よくわかんないんだけど振動がすごすぎと話し初使用の感想を語っています。8人目は谷真理香さん。 AKB 調べという番組のプライベート画札アイドル一斉捜査という企画で SKE48 の谷真理香さんの部屋が放送された際、かなりの汚部屋だったことがとても話題になりました。部屋の至るところに毛が付着していて、さらに部屋中に腐敗臭が広がっているのだとか。谷真理香さん汚部屋はパッと見るとどこに何があるのか一見全く分かりません。それゆえ何か映ってはいけないものが映ってしまうリスクもあるわけなのですが、案の定映ってしまったんですね。画面に青いバランスボールが映されていたのですが、そのバランスボールの奥に赤い棒状のものが転がっており、この赤い棒状のものが大人のお持ち家なのかもしれないとのことなんです。アイドルでも谷真理香さんはお年頃ですし、大人のおもちゃを使っていても全然おかしくないとは思いますが、もし本当に大人のおもちゃなら裸で床に転がしておくのはあまりに不衛生ですよね。9人目は鈴木優香さん。元 AKB48 のメンバーでタレントの鈴木優香さんが自身の YouTube チャンネルで生配信を行い、その映像がネットで話題となっています。鈴木優香さんは2019年に AKB48 のメンバーとして劇場で人気を博すも、2021年に AKB48 としての活動を終了、現在はタレントとして活動しています。そんな鈴木優香さんが初ライブ一緒に夜更かししようと題して生配信を行い、ファンたちからの質問に答えていた時です。配信中のチャットで後ろにローション、ソファーの横にあるのがローションに見えると鈴木さんの背後にアダルトグッズが映り込んでいたという指摘があったのです。この様子にネット上では、こんなところに置くのかよ、計算じゃないか、どう見てもわざとな位置だな、ただの再生数稼ぎだろといった声が上がっていましたが、この件について配信中に鈴木さんが反応することはなかったそうです。10人目は柏原芳恵さん。
柏原芳恵さんは1980年代に活躍した超人気アイドル歌手ですが、残念ながらその実績よりも有名になってしまったのが空港こけし事件です。柏原芳恵さんが人気絶頂の頃、移動のために空港の手荷物検査を受けている時にその事件は起こりました。何度やってもブザーが鳴るので、空港の係員は柏原芳恵さんにカバンの中身を出すように指示。しかし柏原芳恵さんはそれを必死で拒否したといいます。抵抗むなしくカバンの中身を見られてしまった柏原芳恵さんですが、カバンの中にはこけしが入っていたそうです。ちなみにここで言うこけしとは、大人のおもちゃに代表される電動こけしのこと。問い詰められた柏原芳恵さんは、だって気持ちいいんだもんと言ったとか言わないとか。しかしこの空港こけし事件はデマだったそうです。まず手荷物検査で電動こけしが引っかかることはないということ。この空港こけし事件が出回ったのは、タモリさんがオールナイトニッポンの中でネタとして言ったことが真実のように広まってしまったという有力な説があります。11人目は小林弘樹さん。今や赤坂のドンファンという異名がついてしまった TBS アナウンサーの小林弘樹さん。元乃木坂46でテレビ朝日の女子アナ斉藤千春さんとの熱愛が報じられたことが始まりでしたが、六股否認なし疑惑など次から次へとゲスエピソードが発覚。フライデーがそんな小林弘樹さんのさらなるゲスっぷりを暴いていました。記事によると、小林さんは斉藤千春さん以外にも複数の女性と交際していたといい、明らかになっているだけで六股をかけていたことが分かったそう。お相手は OL、元モデル、接客業など様々で、その女性たちが次々と小林さんとの秘話を暴露しており、その中の一人が小林さんの部屋のベッドの下に大人のおもちゃが隠してあったことを写真付きで晒し、小林さんが妹のものなんだと呆れた言い訳をしていたことまで明らかになってしまったそうです。そうなれば交際していたあの人気女子アナにも大人の玩具を利用していたのではと思われてしまうのは当然で、斉藤さんにとってはとんだ迷惑としか言いようがないですね。12人目は古舘伊知郎さん。古舘伊知郎さんはあるテレビ番組で、僕は天が大好きですね、素晴らしいなと思っていると危機として愛用者であることを話していたそうです。以前開催されたカンニング筑山さんのトークライブで観客に1個ずつ天下が配られたことがあり、古舘さんは同行者の分も含めて2本をゲットしたんだとか。それがファースト天下だったそうです。報道ステーションの生放送を終えて帰宅し、家族が寝静まっているから何の負い目もなく思い切り楽しんだんだとか。こんなに気持ちいいのかと正直思いましたよと新鮮な驚きがあったことを語る古舘さん。担当するラジオでもめちゃいいんですよ、天神営に63歳になってハマりかけてると熱弁していたそうです。大人のおもちゃを利用している12人の芸能人を紹介してきました。芸能人とはいえ一般人と同じ人間なので使用していてもおかしくはないとは思いますし、実際に使ってみたいけど勇気が出ないなんて人もいるかと思います。現在はプレジャートイとも呼ばれており、女性でも手に取りやすい形状のものがあるので、本文でも何回も登場したいろはシリーズは試しやすいのではないでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。